はい、今日はですね、鯉のぼり飛行機を追ってみたいと思います。工作動画です。出来上がりはこのようなものです。それではやってみます。折り紙がなければチラシを四角く切って折ってみてもいいです。まず折り紙を裏返しにします。そして半分三角に折ります。アイロンかけます。お山の出来上がりです。はい、開きます。真ん中に線があります。そこに下のとんがったところを合わせております。よいしょ。はい、アイロンかけます。次にこの下の線のところ、真ん中のついた白い線のところに合わせます。よいしょ。はい、またアイロンかけます。次にこの下のところをまた真ん中の白い線のところに合わせます。半分に折ります。はい。最後はこの真ん中のついた白い線のところをパタンと折ります。こういう形になります。そうして端っこと端っこを合わせます。はい。合わせたところを、よいしょ、テープで留めます。はい、少し形を整えてあげます。このような形になります。では飛ばしてみたいと思います。よいしょ。それでは行きます。一斉のせっ。せーの。おせーのでよいしょせーのでせーのよいしょはい、以上です。